マドラスの戦いは、第一次カーナティック戦争中の1746年9月、フランス軍がイギリス軍を攻撃して、マドラスを占領した戦い。マドラスは、その後終戦までフランスが保持したが、アーヘンの和訳で、ジョージ王戦争中に、イギリスに占領されたルイブール要塞と交換で、イギリスに返還した。イギリス軍のロバート・クライブは、この戦闘で捕虜となったが、 脱出して、セントジョージ要塞に、マドラス陥落の知らせを届け、名を挙げた。1720年代以降、イギリスとフランスのインドにおける、植民地競争は過熱していた。両国が、オーストリア継承戦争で敵対すると、イギリスは、カーティス・バーネット海軍大将率いる艦隊をインドに、派遣、インド在住のフランス人を略奪する任務に就かせた。1745年中、 この艦隊はフランス商人を略奪し、フランス人の貿易は妨害された。その報復として、フランスは同規模の艦隊を送った。ベルトラン・フランスはマエドラ・ブルドンネ率いる。フランス艦隊はイギリスと戦ったが、お互い成果を出せず、両軍はそれぞれセイロンとポンディシェリーに撤退した。大規模な海戦をしたくないイギリスの指揮官、エドワード・ペイトンはコロマンデル海岸を離れ、 ベンガルに撤退してしまったので、コロマンデル海岸のイギリス人たちは危険な状況に置かれた。フランスのポンディシェリー総督、ジョゼフ・フランソワ・デュープレックスは、マドラスへの攻撃を許可した。さらに現地人を味方に引き入れるべく、カルナータカ大使に、マドラスの占領後は、カルナータカ大使に引き渡すと約束した。年月日、マドラスの住民たちが起きると、 危険はすでにすぐそこまで来ていた。概要にはフランス艦隊がいて、さらにフランスの陸軍部隊はすでに上陸していた。フランス艦隊はマドラスへの砲撃を始めたが、射程の問題で効果が薄かった。夜までにイギリスの中流部隊は安全だと思い込んでいた。次の朝、フランスの艦隊と陸軍部隊の両方が砲撃を再開した。今度は射程が修正され、 要塞の防御力が低かった、マドラスの損害は甚大であった。イギリス軍の損害が大きくなるにつれて、規律が崩壊し始め、砲弾の一つが酒屋に直撃すると、兵士たちは任務を放棄して、人事不正になるまで飲む割り様であった。マドラスの住民たちを代わりに守備につかせたが、陥落は時間の問題となった。1746年。 デュプレクスの陸軍とラブルドネの海軍によるマドラス包囲。マドラスは1746年9月に降伏し、平和条約により1748年にイギリスに返還された。9月9日、マドラス総督、ニコラスモースは平和を求めた。意外にも、ラブルドネが提示した条件は寛大であった。フランスは、 要塞と倉庫を接収するが、残りはイギリスが保持するというものだった。彼の上司でプレックスは、この寛大な条件に反対で、マドラス併合を主張したが、ラブルドンネに押し通された。この平和は、その後1ヶ月の間維持された。しかし、10月に事態が急変した。嵐により、ラブルドンネは、艦隊の3分の1を失いながらのポンディシェリーへの撤退を余儀なくされたのである。 マドラスの占領は強硬派のデュプレックスに任され、彼はすぐさまにマドラス全体を占領、略奪してイギリス軍の一部を投獄した。続いて、セントジョージ要塞破壊の準備をし始めた。この時、投獄されたイギリス軍の一人がロバート・クライブである。イギリス東インド会社の秘書であった。彼は、他数人と一緒にインド人に扮して、牢獄から脱出した。 外に出ると、現地のインド人に知らない言語で話しかけられた彼らは、バレール前に大急ぎで脱出し、3日後にマドラスから50マイルのセントジョージ要塞にたどり着いた。そこで、マドラス陥落の知らせを届けたのであった。この武勇伝でクライブは初めて名を挙げた。フランスは、マドラスを終戦まで保持した。ブルドンネは、カルナータカ大使に、 マドラスを引き渡す約束をしたが、デュプレックスはその履行を拒否した。大衆は一万の軍勢で約束を履行させようとしたが、ルイ・パラディ率いる少数のフランス兵に撃退された。フランスは続いてセントディビッド要塞を攻撃したが、停滞反撃に相撤退を余儀なくされた。1748年のアーヘンの和訳で戦争が終結すると、マドラスは ジョージ王戦争中にイギリスに占領されたルイブール要塞と交換でイギリスに返還された。フランスは1759年に再びマドラスを包囲したが失敗した。ありがとうございます。